リーンアグリでは、トマトを栽培するために稲わら堆肥を、この地域で、取っていただいて、畑に撒いてるんですけども、目的は、より美味しいトマト、また、より安全なトマトを作るために、できるだけふんだんに使用するように努めています。ぜひ食べていただければと思いますので、よろしくお願いします。